本日のテーマはこちら。社会保険でカバーできる7つのことについて。生活が破綻してしまうようなリスクは社会保険が最低限保障してくれます。社会保険でカバーできる7つのこととはこちら。病気や怪我、障害、失業、出産、老後、介護、死亡。このように日本は世界的に見てもかなり保険が充実している国なんです。もし毎月保険に5000円以上払ってる方がいたら、その保険が自分にとって本当に必要かどうか、この機会に一度見直ししてみるのもいいですね。その他様々な生活に役立つ情報を掲載しているブログは概要欄上部に掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。ではでは、皆さんいつも高評価やコメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連様々な分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。